はい、こんにちは。佐大臣光永です。本日から3回にわたって、岩倉米洋施設団について語ります。明治4年1871年から明治6年1873年まで、岩倉とも木戸孝允はじめ、明治政府の首脳部がアメリカ、イギリスはじめ、全12カ国を巡察しました。長く鎖国体制下にあった日本にとっては、大きなカルチャーショックとなりました。 明治4年1871年11月12日、米王使節団岩倉智美使節団がアメリカ及びヨーロッパ各国に向けて出発しました。これより4ヶ月前、廃藩治験が終わり、国内のことが一応片付いたため、海外に目を向ける余裕も出てきたことによってでした。全県大使は、右大臣岩倉智美、副使は、三義木戸孝義、 大倉京大久保敏道、後部大夫伊藤博文、留学生を含む総勢107名からなりました。初期間に、後の新聞記者福地玄一郎、留学生の中には津田塾大学を開く津田梅子、同志社大学を開く新島城、女子教育に力を入れた山川捨松、後に大山岩尾と結婚して大山捨松となります。 自由民権運動の理論的指導者となった中江町民らの姿がありました。平均年齢32歳の精鋭たちでした。施設団の目的は第一に不平等条約の改正のための予備交渉を行うこと。安政5年1858年に締結された就好条約の改定時期が迫っているため、これを機に領事裁判権、関税自主権がないという 不利な条件を改めてもらいたい。そのための予備交渉を行うことが第一の目的でした。第二の目的は西洋の近代的社会制度、産業技術などを視察することでした。施設団の滞在期間は当初10ヶ月の予定でしたが、最終的には明治4年1871年11月から明治6年1873年9月まで、 一年九ヶ月に及びました。これほど長い間、政府の主要メンバーが外遊したことは、日本の歴史上初めてのことでした。留守を預かるのは、西郷隆盛、三条実富、江藤新平らでした。木戸隆義は特に西郷隆盛を警戒しました。我らが外遊している間に、西郷が勝手なことをしでかすんじゃないか。そこで出発前に、 西郷や三条実富に制約させました。岩倉とも木戸孝義、大久保利道らが不在中は、廃藩置県の後始末に努め、大きな改革は行わないこと。しかし、廃藩置県の後始末に努めろ。大きな改革をするな、とは言っても、具体性に欠けました。実際、岩倉たちの外遊中に、国内では、政官論紛争が起こることになります。 明治4年1871年11月10日、施設団は東京を出発、11月12日、横浜から外輪船アメリカ号に乗り込み、船出しました。砲台から19発の大砲が撃たれ、施設団の出発を祝しました。この日、房総湾も出て、伊豆、相模の洋上を走るにつれ、夕日のもとに富士の雪、 箱根、足柄の峰々などが緑にかすむ眺めの美しく。名残惜しく見送るかと思えば、夜も月の輝きがさえ渡り、会場の眺めはこれ以上ないものだったが、これを日本の別れとして、11時には皆、客室に入った。11月17日、明治天皇の大上祭を祝して、上院にシャンパンが振る舞われ、 岩倉智美がひたたれ姿で工場を述べました。会場24日、施設団一行は12月6日早朝、最初の訪問地、サンフランシスコに入港。15発の礼法で迎えられ、グランドホテルに荷を下ろしました。なんという一行はホテルの豪華さに絶句します。5階建ての石造りの建物で、 120坪の食堂があり、300人が同時に食事できました。客室は日本の8畳間ぐらいあり、寝床は鉄のスプリングで浮くようにしてあり、布団は柔らか、水盤があり、顔を洗えるようになっており、蛇口をひねれば水が出ることも日光には新鮮な驚きでした。翌12月7日から日光のサンフランシスコ見学が始まります。知事、 軍士官、各国領事などに挨拶し、ホテルに帰ってからも路上に集まった市民たちから歓迎されました。12月14日夜、市民主催の300人参加のパーティーが開かれ、伊藤博文が英語でスピーチして、感謝の意を表しました。最初の滞在地サンフランシスコで2週間ほど過ごした後、一行は大陸横断鉄道に乗り込みます。 施設団、留学生100人余りが5車両に分乗して、首都ワシントンまで5000キロの道のりを1ヶ月ほどかけて行きました。寒い季節のことで、雪や氷が降りしきり、ことに、シエラネバダからロッキーまでの山岳地帯は過酷でした。雪のため、2週間以上も足止めを食らいました。途中、インディアンの集落や、 新国からの移民の居住区があり、アメリカにおける社会格差について考えさせられました。オマハからシカゴまでは今までと打って変わって穏やかでした。シカゴの大都会っぷりに一同は目を見張ります。雪で予定より遅れましたが、1872年2月29日、無事ワシントンに着きました。駅前にはアメリカ政府接待役と、 中米弁務官森有紀が出迎えます。一行はホワイトハウスでグラント大統領に越見し、明治天皇の国書を渡しました。ついで、幕末に結んだ不平等条約の改正について予備交渉を行おうとしました。領事裁判権の撤廃と関税自主権の回復、この二つこそ日本にとって大きな課題でした。ところが、 あなた方は天皇からの全権委任状をお持ちですかはえ委任状全権委任状がなければ、あなた方には何の権限もありません。ちょ、ちょっと待ってください。岩倉智美はすぐさま大久保利道、伊藤博文の両福祉を日本に送り、天皇陛下の全権委任状を取りにやらせます。 とはいえ、アメリカに両名が戻ってくるには少なくとも20日間かかります。予定していたワシントン滞在を大幅に延長せざるを得なくなりました。国際社会でのルールを知らず、委任状の必要さえ知らなかった施設団、つくづく自分たちの未熟さを実感します。こうなったら今回は条約改正は諦めて、西欧の文物を吸収することに絞りましょう。そうですとも。 大久保利道伊藤博文が戻ってくるのを待つ間、施設団はワシントンの各地を精力的に視察しました。ワシントン近郊アナポリスの海軍兵学校では、施設団を迎える歓迎レセプションが開かれ、300人もの男女がダンスなどをしました。それを見て一行は驚きます。公共の場に夫人が出入りし、しかも敬意を持って崩されていることに、 日本では妻が夫に仕えているのに、欧米では夫が妻に仕えている。夫人が乗り物などに乗るときは、男性は必ず譲って、夫人は遠慮なく席に着く。夫人の地位の高いことは、日本とはまるで違っていました。アーリントン墓地では、戦没将兵追悼記念日の式典に参加し、南北戦争の故事などを聞き、一行は感動を覚えます。ニューヨークでは、 ブロードウェイに面したホテルに宿を取り、繁華街の喧騒に驚き、ウォール街、セントラルパーク、ウエストポイントの陸軍士官学校など3日間にわたり見学、その後、ナイアガラの滝を見て、サラトカでリゾートホテルに泊まり、バーモント州の山中を抜けて、大西洋岸に南下し、ボストンに到着しました。ボストンでは、南北戦争終結10周年記念音楽会に招かれました。 その感動を記して、楽団がそうする調べは流れる雲もとどめるような両両たる響きで、万を越す合唱団が一斉に声を合わせると、白雪を思わせるような美しさである。その後、イギリスこの衛兵軍楽隊が独立戦争当時のアメリカ愛国歌を演奏すると、万上が手拍子、足拍子で合わせました。初期間の久米国武は、 つくづく感動して記します。どの国民にも人情の根本に愛国心がある。文明開化もそこから発する。欧米諸国ではまず自国の歴史を教えるところから教育が始まる。そこから愛国心が養われるのだと。6月17日、大久保利通たちが戻ってきましたが、条約改正の交渉はうまくいかず、中止になりました。 6月22日、施設団はワシントンを後にします。フィラデルフィアでは、イギリスからの独立宣言を起草した最初の連邦議会、議事堂、インディペンデンスホール、蒸気機関車製造工場、刑務所などを見学し、ニューヨークに戻って聖書協会、YMCA、キリスト教青年会を見学し、西欧社会における宗教のあり方について、 日本人の宗教観との違いについて考察しました。ボストンでは、免死防石工場を訪れ、詳しく記録を取り、7月3日、一行はアメリカでの工程を終え、ボストン港でイギリス客船オリンパス号に乗り、イギリスに向けて出発しました。礼法が鳴り、数百人の市民が施設団を見送ってくれました。その様子を記して、アメリカ人は、 外国人に対しても家族のように接し、同国人のように親しむ。ことにボストン到着以来、5日の間、市中からも近郊からも、これまでにない熱いもてなしを受けた。次回、岩倉米欧施設にイギリスに続きます。本日は岩倉米欧施設団にイギリスです。見えてきたぞリバプールだ !10 日間にわたる大西洋横断の旅を経て、 岩倉智美み以下の施設団は、明治5年1872年7月13日、アイルランドのクイーンスタウン港に到着し、翌14日、リバプールに上陸しました。汽車に乗り換え、夜遅くロンドンに到着します。翌日から、まず、サウスケンジントン博物館を見学。1851年、ハイドパークで開かれた万国博覧会をきっかけに設けられた博物館です。 8月1日、イギリス宮内省の招きでバッキンガム宮殿を見学。ただし、ビクトリア女王は秘書のため不在でした。施設団のアメリカ滞在が長引いたために、予定が食い違ったんですね。翌2日、国会議事堂を見学、イギリス式議会制度について学び、その後、ウィンザー城、兵器工場、官兵式を見学、文明国における常備軍のあり方について学び、考察します。 文明国が兵備を巡らすのと野蛮人が戦いを好むのとは似ているように見えてその本意は相反する野蛮人は好んで自国内部で戦い合うのに対して文明国が兵備を巡らすのは外敵を防ぐためである国全体の財産も守るには軍備を健康なものにしない限り外敵を追い払うことは難しい列強が相対し大小の差があり 強弱せめぎ合うような状況においては国を守るための兵備を配するわけにはいかない。文明国に常備軍が不可欠である理由はそこである。8月25日、大英博物館も見学、内外の書物、資料、鉱石や化石、諸々の展示物を見て簡単してこう記します。博物館を見て回れば、その国の 文明開化の成り行きが自ずから見て取れるものだ一国の文明が開けていく成り行きを見てみると、いきなり起こるようなことはない、必ず順序を踏んでいる、先に知識を得た者がそれを後の者に伝え、先に目覚めた者が後の者を目覚めさせることによって、徐々に進むのであって、これを進歩というのである。進歩とは古いものを捨てて 新しいものを目指すことではない。9月21日、ニューカッスルで、アームストロング法の開発者、アームストロング博士の経営する工場で、博士自らの案内を受け、大砲の死者にも立ち会います。タガーンタカーンこれが、上野で将棋隊を壊滅させたアームストロング法、その威力 !9 月22日、ニューカッスルから4時間ごとの記者の旅を経て、 ヨークシャー州のブラッドフォード着市の郊外ソルテア村でアルパカの宝石工場を見学工場の経営者ソルト氏は利益追求だけではなく町の福利厚生にも力を入れかつては荒れ地だった村が大いに活気づいていることに一同は感心します10月1日スタッフォード州バートンという町でビール工場を見学ここのビールは日本にも輸出されていました 一行はビール、ワインの試行品としての素晴らしさに感心しつつ、だが日本酒だって負けてはいない。西洋人はまだ知らないのだ。必ず輸出品の一つとなろう。と思うのでした。再びロンドンに戻り、10月25日、ロンドン郊外でビスケット工場を見学。ビスケットはイギリスでお茶の間に出されるお菓子です。美味しい。 こんなものまで工場で作られるんですか。11月2日、海軍病院でネルソン提督の結婚の残る軍服を見て、施設団は深い印象を覚えます。11月5日、いよいよウィンザー城でビクトリア女王への越見が叶いました。一行が越見の間に入ると、女王は遥かな奥におり、右に次男王子エディンバラ皇、ベアトリス王女、 左には外務大臣、区内大臣、自重部官らが控えていました。大使、岩倉ともみが進み出て国書を読み上げ、読み終わって国書を女王に手渡すと、女王はこれを外務大臣に渡して、帰国の帝王は、つつがなくお過ごしか、つつがなく過ごしております。当国の滞在は、興味深いものでしたか。 帰国政府及び人民に大変な厚遇をいただき、各地を巡覧することができました。大変意義深く、喜ばしいことでした。女王は次男王子、エディンバラ公を指し、この者が昨年、帰国を巡覧したときには、帰国政府から格別なお心遣いをいただいたとのこと。私からも感謝する次第である。 これで配謁は終わりとなり、施設一同は3度頭を下げて退場、その後は晩餐会となりました。フランスに出発する前に、ロンドンの貧民街を見て回りました。キチン宿、安キャバレー、アヘンクツこれはひどい。一同はそのありさまに驚き、呆れます。大英帝国の繁栄の陰には、こういう現実もある。よくよく知っておかねばならぬと。 次回、岩倉米王施設3、ヨーロッパに続きます。本日は、岩倉米王施設団3、ヨーロッパ3回シリーズの最終回です。明治5年1872年11月16日、ドーバーから船に乗り、英仏海峡を渡り、カレーからパリに入り、シャンゼリゼ通りを通って、外戦門に面した館に到着。これは元トルコ公使館として貸し出されていた建物で、 フランス政府がののたたた。めに用意ししててくれていたものでしたイギリス・ロンドンの印象とパリの印象の違いを記して秋から冬にかけてのイギリスはいつでも暗い霧がもやもやと立ち込めて半ば夜のようだがそこからパリにやってくると爽快な天候と感じるとりわけパリでも壮麗さを誇る凱旋門広場に面しているので雲も霧も押し分けて 天井にまで登ったような心地がするなんかワクワクしてる様が伝わってきますね。11月20日、パリ市内でパノラマを見学します。パノラマとは、円形状の建物の内壁に油絵を展示したもので、ぐるりと見渡すと、生き生きと動いているような感覚が得られるものです。いわば映画発明以前の映画にあたるものでした。 シャンゼリゼ通り西側の外旋門に近いパノラマ館では昨年1871年の不仏戦争におけるプロシア軍による包囲攻撃のありさまが生々しく描かれていましたまるで実際に戦場に立っているみたいですねうーん音まで聞こえてきそうだ11月22日イギリス中米日本弁務官より日本が退院歴を改めて 太陽暦を採用した知らせが届きますこれにより明治5年12月3日は明治6年1月1日となります1ヶ月ぐらい盗まれた感じだったでしょうかね明治6年1873年1月1日一行はベルサイユで新年の祝賀に参加しましたベルサイユは2年前の不仏戦争の講和が結ばれた場所であり不仏戦争後のパリコミューンの内乱も避けて ベルサイユ政府が置かれた場所であります。フランスに共和制が敷かれてわずかに2年。まだ憲法もなく、フランスは歴史の激動期のただ中にありました。施設団にとっては、幕末の動乱と戊辰戦争を経て、つい先日、明治維新になったばかりの日本と重なって感じられたことでしょう。ノートルダム寺院の壮麗さに驚いた後、孤児院も訪問し、 夜は大統領との晩餐会に招かれ、ルイ14世の利休のあるサンジェルマンにも訪れました。国立図書館では日本や中国の書籍まで揃っていることに驚きます。濃厚機械、器具の展示場を見学し、なんと繊細な作りだ。まさに匠の技だ。イギリス人と違うフランス人の繊細な感性をそこに実感しました。 パリ郊外のモン・バレリアン砲台を見学しました。この砲台は不仏戦争、パリコミューンの内乱で使われた後も現役でした。フランスもドイツも戦争が終わったからといって国防をおろそかにせず、それぞれ兵器の改良、発明に力を注いでいました。平時においてさえこの緊張感、国境を接した他国と常に隣り合っていることから来るものだろう。アメリカや まして日本とは比べものにならない普段無口な大久保利通がいよいよ無口になって考え込みましたフォンテーヌ・ブロー宮殿ではナポレオン一世の映画に思いを馳せリュクサンブール宮殿では絵画や庭園も見学しソルボンヌ大学の学生は酒好きでンからだと記し天文台を見学した時はパリコミューンの反乱の時ボートが破壊したという望遠鏡を見ました いくら文明国と言っても中流以下の大衆はその限りではない暴力に訴えるどうしようもないと感想を綴りますどこへ行っても不仏戦争とパリコミューンの傷跡に出くわしましたちなみにこの年の1月9日不仏戦争に敗れてイギリスに亡命していたナポレオン3世が病死していますベルギーでは首都ブリュッセルで 国王レオポルド2世に拝謁イギリスドイツという大国に挟まれた中小国ベルギーの立ち回り方には日本においても参考になるところがあると感じるのでしたナポレオン1世最後の戦場ワーテルローを歩きます城塞都市アントワープもナポレオン1世が築いたものです2月24日アントワープを汽車で立ち1時間ほどでオランダの国境駅 ローゼンタールに到着そのままロッテルダムを経てハーグへオランダは北九州くらいの狭い国でありかつ水面下の低湿地帯ですにもかかわらず産業を起こし富を築いていることに施設団は大いに感じ入りこう記します天然に恵まれた者は努力を怠り天然に恵まれなかった者は努力する2月25日ハーグ王宮でオランダ国王 ウィリアム3世に拝謁し、26日、汽車でロッテルダムへ。ほう、車窓の風景に目を見張る使節団。風車が回り、堤防の上を水路が走り、オランダが水面下の低湿地帯であることを実感できました。ロッテルダムに着くと、赤レンガの建物が運河に面して立ち並び、街中を水路が中央に走り、貨物を載せた船が行き来している様、 街並みの美ししさに感心しますライン川に面した古都ライデンでは森林の中に勝者な館や集落が点在する田舎道を馬車で進み美しい景色を堪能しましたライデンは学問文化の地ことにライデン大学附属博物館にはシーボルト博士が日本から持ち帰った文物の数々が展示され 日本とオランダの結びつきの強さを改めて実感することでした3月2日、汽車でオランダ一の大都会アムステルダムへ街中に水路が走りその間に建物が立ち並んでいる様に日本の深川辺りにそっくりだと感想を綴っています3月7日、ハーグを汽車で出発国境を越えて南下ミュンスターを経てヘッセンに到着 エッセンではクルップ社の工場を見学しました。クルップ社は、大砲や鉄道を製造し、不屈戦争勝利の原動力となり、工場には2万人の職工が働いていました。しかし、その始まりは小さな町工場であったという話に、一行は驚きます。夜行列車に乗り込み、3月9日、白く霜の降りた野を抜けて、ベルリンに到着。 目抜き通りのウンターデン・リンデンに宿を取ります。3月11日、王宮にて、国王・ビルヘルム一世に越見。夜は王立劇場でオペラを鑑賞。翌12日以降、議事堂、サーカス、ジーメンスの電気機器製造交渉、最新式の病院、博物館、陶器交渉、美術館も見学し、15日夜、最小ビスマルクに晩餐会に招かれます。 最相ビスマルク。ロシアやフランスでの外交経験も踏まえ、対外拡張政策をとり、周辺勢力を次々と平凡し、ついに不屈戦争に勝利し、ドイツを一大大国たらしめました。日本の方々、ようこそドイツへ。ビスマルク最初、お招きに預かり光栄です。晩餐会も竹縄になった頃、ビスマルクが語り始めます。 近年、世界各国は友好、親睦などというが、これは表面上のことである。裏に回れば、競い合い、対立し合っている。私が子供の頃、我が国はまだ小国だった。小国ゆえの恥ずかしみを受ける様を、目の当たりにして、憤憫、やる方ない思いであった。大国は国際法など振りかざすが、実のところ、 自分の利益になるならば、法などは簡単に曲げる。何とかせねばと、愛国心を奮い立たせること数十年、ようやく近年、望みを達することができた。私の望みとは、それぞれの国が自主の権利を全うし、対等の立場で外交し、相互不可侵の立場に立つことである。にもかかわらず、 我が国が国境に兵を置いていることについて、諸外国は憎む。侵略をもくろんでいるのだと。馬鹿げた話だ。これまでドイツが戦った戦役も、すべてドイツの国権のため、やむを得ずやったことである。聞けばイギリス、フランスなどは、海外に植民地を求め、侵略と搾取を繰り返している。それによって、多くの国々が苦しんでいる。 信用が置けない。諸君もそうではないか。私も小国に生まれた者として、諸君の懸念もよく理解できる。だからこそ、諸君が付き合いのある国も多々あろうが、その中でも国権自主を重んじるドイツは、新全国中の新全国足りうるのである。ビスマルクの演説は今日なお通用する教訓に満ちています。 もっとも、すべてドイツ国権のためやむを得ず戦うのである。この同じ理屈で、66年後、ヒトラーはポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まるのですか。その後も兵営造幣局、学校など見学しましたが、3月28日、ポツダム滞在中に日本から帰国要請が届きました。大久保さん、木戸さん、すまんが日本に向かってくれ。 大久保利道は3月中に、木戸孝吉は4月に入ってから施設団も離れ、帰国の途に着きました。岩倉と美はじめ、残る施設団は3月28日、夜行列車でベルリンを立ち、翌29日、プロイセンの東の外れ、ケーニヒスベルグに着きます。ここで汽車を乗り換え、ロシアに入りました。その後、施設団一行は、ロシアから北ドイツ、デンマーク、スウェーデン、 再びドイツを経てイタリアへオーストリアへウィーンで万国博覧会を見てスイスを経てフランスのリヨンマルセイユで欧州視察の旅を終えます明治6年1873年7月20日施設団一行はマルセイユから船に乗り地中海からスエズ運河を経て28日航海へ31日航海南端のペリム島を過ぎてアラビア海へ 8月1日、アラビア半島南端のアデンに到着。翌2日から一路インド洋を進み、9日、セイロン島ゴール港に上陸。アデンと同じイギリスの植民地ながら、島民は仏教徒で、見た目が日本人に近く、親近感も覚えます。8月12日、ゴール港出港。インド洋を東へ、15日、スマトラ島沿岸からマラッカ海峡に差し掛かり、 18日早朝、シンガポール入港。当時これらが流行していたため上陸はせず、サイゴンも経て香港に入港したのが8月27日。9月2日、上海到着。旧市街を視察し、その汚く雑然としていること、質の悪い骨董品や書画の類に嫌悪感を覚えます。日本人はこれまで海外に出たことがなく、中国人とあれば皆、 風雅な文人であるように想像し、かの地からもたらされた骨董、書画、私文などをやたらに貴重なものとして崇拝する習慣が今も抜けない。世間で中国というとむやみにありがたがって、ことごとくその産物の評判も信じ込むことは反省すべきところがあるだろう。と記しています。9月4日夜、上海でアメリカ戦に挑戦。 広北港から洋子港を経て東シナ海を東へ、9月6日朝長崎着、1年10ヶ月にわたる陽光を経て見た日本の景色、その印象を記して、大小の島々はどれも秀麗な山々で、遠く近くに見える峰々もすらりとしている。船が進むにつれて島々は流れるようで、瞬く間に千変万化していく。誠に、 玉の裏の微笑に背かない。シンガポール、香港などの島々の景色も遠く及ばない。世界屈指の継承地である。その後、唐津から下関を経て瀬戸内海に入り、神戸を経て明治6年1873年9月13日の朝、横浜に入港。一年10ヶ月にわたる施設団の旅は終わりました。 という感じでメールマガジンも配信中です。サダイ人の古典歴史の名場面、日本の古典や歴史についての本声付きメールマガジンです。楽しんで聞いているうちに日本の古典歴史について広く立体的な知識が身につきます。ご登録は概要欄のリンク先からよろしくお願いします。本日もサダイ人三つがお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました